そうするとですね、工事の概要のところでは、まず工事名、これは必ず土木工事なきゃいけませんよと、土木工事にしてくださいよと、こういうことですね、土木工事にしてくださいということです。したがって建築だとか、例えばなんとかビル建設工事はダメだな、建築工事ってそれだ、なんとかビル基礎工事とこう入れればですね、基礎っていう例えば何々ビルの建築工事だったとしましょう。建築工事だってその時にね、なんとかビル建築やめて基礎にしたら、このビルの基礎の工事、基礎工事とこうやれば、あ、これは土木だなと分かる。ところがここをやめて何々のビル建築工事と書いて、あ、これ建築だ、もうこれそこだけでもう不合格、不合格です。ですからここは必ず土木工事なきゃいけませんよとね、ということです。あと発注者、これいいですよね。例えば土木なんかの場合、一般に役者多いですからね、何年も建設局だとか道路局だとかね、景品工事事務所だとか、まあ、こういうような要するに発注者の団体名を示しておいて、だから所長とはいらない、名前はいりませんよ、ね、ということで、ここの発注者の団体名を書けばいいと。それからこれはあの契約書を見たら書いてありますからね、それは示してもらう。それから工事場所、これも書いてありますから、契約書にね、どこそこというふうに書いてありますから、これは県から書いてください、きっちりね、県とか都から書いてくださいよ。で、結局最後まで書いてください。で、あとですね、あの例えば鉄道だとか道路なんかの場合はね、別にこういう番地使わないんだよね。起点から何メートルのところとかで使いますので、そういうところはその示された、要するに契約書に示された番地を示してもらえばいいよ。ですから、どこそかインターから何キロとかって表示されるんだったら、それを書いてもらえる。それは事実の通り書くべきです、工事場所をね。ということで、きちっと特定できるということが大事なんです。こうね、きちっと特定できるということが大事なわけです。例えば埼玉県だけ書いてはダメですよ。これちゃんと書いてないといけない。で、工期はですね、工期はこれはだから自分が工事をやった時の、要するに検査をしますよね。検査する。工事検査ってありますね。要するに役所から行われる工事検査。で、これ合格したものを書いてください。合格したもの。ね、検査合格。だから、いつから工事始めて、工事が検査終了した。その区間を工期と申します。非常に5年も6年もあるような工期はありますけども、まあ、そういうものの実際にある区間だけ道路だったら道路だったら、ある区間だけちゃんと検査しますから、何メートル置きに、200メートル置きですね、だ200メートル置きに検査に、検査したところまでの日付をちゃんと工期として書いてもらえる。だから5年も6年もあっても具体的に検査が終了したところまでを書いていただければいいとね、まあ、少なくともこれ2ヶ月以上ぐらいあるようなのを書いていただかないと。例えば、住宅のその庭のですね、コンクリートを打ちましたという行為ではですね、これはあの、1級のですね、2級の主任技術者とは言えませんので、それちゃんと工事管理ということですので、ある程度2ヶ月程度、ね、あるいは1ヶ月程度、まあ、1級だったら2ヶ月程度、2級だったら1ヶ月程度ぐらいになるような、要するに管理できるようなシステムの日にちぐらいで一応書いてくださいということですね。例えばあの橋かけるときに1日で終わっちゃうじゃないですか、こうバーンと。だけどその前にはちゃんと準備工とかいろいろありますよね。だからそれを含めてますので、別にかけたときだけはその工期じゃありませんので、その前とあと全部含めて工期として考えていただくと。ここはポイントだな。主な工種、これはね、主な工種のところではここはね、土工と例えば溶液工としましょうね。そういうこういうふうに主な工種は、ね、工事と書いても青だよ、これ工事じゃないんだ、これよくね試験ではね、なんとか工事、道路工事とかってこう書いてある。ここは工種と書いてるんだから、これ主なと、主な工種だから自分のやっていろいろ工事あるけども、自分が携わったという意味、これは自分がこれから書こうとする工種、これ自分が書こうとする工事、実際は道路工事なんだけど、私はこっちの山のところの擁壁工事をしましたって言ったら、その人はですね、本体は道路工事かもしれないけども、自分がこれから書こうとするのは擁壁だったら、これは主な工事は土工と擁壁工だ。自分の書きたいこと、工事全体は道路工事とついてるかもしれないけど、実際に自分がやるときは擁壁だったら、自分がこれから書こうとすることが主な工事になるよということ。自分がやったこと。だって道路やってないでしょ。擁壁やってたんだから。そしたらちゃんと、主な工事はちゃんとここに、ここは道路工事で来るかもしれない。だから実際主な工事は要するに、土工と
要するに良い子、やったことをこう書いてくる、やったことか、工事と書かない、やったことか、ね、で施工料はね、いい、これはもう当たり前だな、これ名所、土工だから、切り土、盛り土の数値、数値を書いて単位を書く、これ単位な、これ入ってないとこダメよ、大原点になっちゃうから、単位を書いてください。だから数値が必ず入ってるってことね、こ数値、数値が入ってる。それから名称が入ってる。でこれは土工に関することをちゃんと書く。順番に書くよ。土工ときたら土工のことをちゃんとこう書く。名称と数値と単位が。で、溶液工なんかの場合だったら、例えば鉄筋コンクリート、L 型溶液工で、まあ平均高さ。ね、高さほら違うじゃないですか、溶液なんか。だからそれとも平均書けばいい。平均高さは 2.5、延長が 200m。まあこれに示せば、施工量ができますよ。ということですね。まあこういうことで、それからあとですね、続いて、工事現場における立場、これはまあ現場監督だとか工事主任だとかね、工事主任だとか、それから現場代理人とかね、現場代理人とか、まあこういうようなあの名称をですね、だから作業主任者とか運転者だとか作業、そういうようなあの管理に携わらない、作業に携わる人だけの名前だめよ。ね、ということで、これは主任技術者だとか、まあ、こういうあの、主任技術者ね、まあ、こういうような現場代理人、主任技術者、工事主任、現場監督、まあ、こういったような言葉をあの書いていただくということになります。で、ここちょっと示しておきましょうか。例えば施工量の表し方ね、必ず例えば溶液コーナーがさっき言ったように、溶液を作るために土掘削したりしますから、こういう時は、例えばあの基礎掘削土量が1580立方メートルとかさ、L 型溶液工で平均高さ 2.5 延長 18m と、まあ、こういうかけ方、コンクリート工だけ、溶液の例えばコンクリート工だけだったら、こう名前つけて、どういうコンクリート工、溶液コンクリート打設量、コンクリート工だけやるんだったら、下請けなんかこれだな、コンクリート工打つだけの場合は、ちゃんと溶液コンクリート工、名前ちゃんとつけて、ここは非常に大事なの。そして、打設量が来て、数値が来て、単位が来る、ね。そしたら当然コンクリートだから、型枠いりますから、型枠の、まあ、設置面積をこう書くと。ということになりますね。だから土工の場合はだから例えば掘削土量何やら立方メートル、埋め戻し土量いくらとか、まあ、これ書いてるわけね。それからあとは下水なんかの場合はあの VU 管の直径が200ミリで延長が250メートルとかね。それからこの時に土量の掘削と埋め戻し土量が2500立方メートル、まあ、こういうこと。それから 下水も一緒ですね、これは下水の埋め戻し口だけ、下請けなんかの場合埋め戻し口だけってのがありますから、そしたら埋め戻し土量がこんだけ。それから埋め戻しのロバーの埋め戻しだから、炉床の埋め戻しとロバの埋め戻しを別に分けて書いている。それからアスファルト の補修工事、まあ、こういったものはですね、あのオーバーレールの厚さは50ミリで、その施工面積が、まあ、あの600平方メートルありました。まあ、こういった方であの書いてもらえばいいと。こういうことですね。まあ、こういうことでですね、この工事のですね、あの概要です、これ。ですから必ず工事名は土木工事である。それから発注者は役所名を書く。それから役所名、あの民間の場合は民間の名前を書くべきですよ、何々株式会社と書くべきですよ。だから普通は、まあ、土木の場合多くは役所名を書く、あるいは会社の名前の場合もあります。それからあの工事場所、これはちゃんと正しく書いてください、ね、それからあの工期、これはですからね、検査が終わった時までのことってことは、だから5年6年である事業計画であっても、実際に工事の終わって検査が終わったところまでのことを書いておく、それを工期と呼んでますということですね。だから主な講師ってのは自分がやった工事の講師を書いてください。だから全体は道路工事というになってても、自分がやったのは溶液をやったんだったら、ちゃんと土工と溶液工と2つ書けばいいんだよね。ということで、ここのここと別に連動しなくていいんですよ。一致しなくてもちゃんと分かりますからね。ですからここの工事でここをちゃんと書く。それから施工量はこれだから、ここに書いた土工と合わせて土工のことをここに書く。それから溶液やつは2つ目に溶液工のことをちゃんと書く、ね。要するに名称と数値と単位をつけて書いてくださいよと。で、あとはここはね、現場監督とか工事主任とか主任技術者とか現場代理、まあ、いずれかを、まあ、自分の役割のところを書いておく。だから作業者とか運転者はダメですよと。こういうことね。工程管理の人、ストーリーとして工程管理の人は、例えば今炉床工の工事を してるとね、その舗装工事でもいいし、工事をしている。そしたら炉床工の工程を確保するということを課題としよう。で、炉床工ってどういうのかというと、炉床は軟弱な地盤であったり、地下水が高い場合が、だからこれ改良してるわけですからね。だからその改良する時の工事についての炉床工をどうやってその工程を確保するかという問題。
そしたら検討するのはですね、まあ、排水口で地下水を低下させようということと、まあ、炉小口を短縮する、工程管理ですからね、短縮する、まあ、こういうようなシナリオを書く。そして、まあ、深さ2メートルの、まあ、排水口を設けて、地下水排水しようと対応してはね、で炉小口は季節の炉小口を、まあ、転圧しよう。だから普通は材料入れ替えるんだけど、地下水が下がったから、含水比が下がったから、もうローラーで染み固まる。そしたらもうその材料そのまま使えるということで、季節材料の転圧、これによって工期を短縮しよう、まあ、こういうイメージですね、イメージということで、これも同じですね、ちょっと読んでいきましょう。これはだから工事の概要ですよ。こんなふうに書きます。例えば群馬県県道12号線の沼田坂付近では大きなひび割れやたわみが発生しており、炉小口からの打ち替えであった。炉小口からの打ち替えであった。で施工面積は2400平米であった。で調査の結果から地下水が地下水が炉小内にとどまっており、炉小が軟化していると、まあ、こういう状況です。工事の状況、なぜ炉小口をやってるかというと軟化してるからだね、まあ、こういうことで支持力がない、だからひび割れてる、まあ、こういう環境をしっかり整備する。で今度ポイントだから、でここに施工にあたりというね、だ本当はだからここに本工事はできてもいいんですよ。本工事はこう来てね、こう来て群馬県の県道これこれで航行するものであった。で施工にあたりとセットで書いてるんですよ。書き方いろいろで、これが正しいってわけじゃないので、いろんなものを書きますけども、書きたいときは書くときはこれ書いた方がいいか分かりにくいです。本工事はこれこれこうでしたよと。で施工にあたってはという残りの4行ですか。施工のあたり、炉小は山側からの流水が浸透して地下水が上昇することが多く、工程表に示された18日間の炉小口の工程を確保することが課題であった。だから工程を確保するとか短縮するとか、どちらでもその時に書く時に炉小口の工程をと、こう工程管理といっても何の工程かを示さない。だから工程を確保すると必ずこれか、これが書いてないとここはもう全部バツです。ですから炉小口の工程を確保するということで、必ずここに、主な工種の工程を確保するとか、品質だったら主な工種の品質を確保、主な工程の主な工種の要するに工程を確保する、これが非常に大事なポイント。読む人から見るとここが一番大事、ここね、ということで何の工程を確保したかということをしっかり分かるように書いておくということがポイントです。ここポイントね。だから必ずここに書くのは主な工種を書きなさい、主な工種を必ず書きなさいの工程、主な工種の品質確保、主な工種をやるときの安全確保ね、ということでここは非常に大事。あとはね、2つのところはさっき言った排水口を作ることと、あとは炉小口を短縮すること。じゃあちゃんとさっき言ったこんなところみたいにですね、炉小口の工程を確保する次のように検討したら、もう2行いっちゃう場合もあるわけ、ほらこれ前文でね。だからここの炉小口の工程を確保するために次のように検討した、もうこれで2行いっちゃうの。11行あるんだけど、もう2行これ取らないじゃん、残り4行と5行しかない、ほらね。でしかもこの中1行ずつ頭入れるから、排水口の地下水の検討というのと、それからもう一個炉小口の短縮だ。だから ここは4行しかないわけよ。だからこれ実際書くのここ3行しかないわけ。でその中でちゃんと説明つくようにすればいいんだから、ものすごくたくさん書くと負担だけど、こうやって考えれば実際この論文は4行ぐらい書けばいいんだな、ここは3行書けばいいんだなと、こういう形なんだな。でちょっと読んでみようね。地下水が降雨後に上昇、雨降ったの地下水が上昇して、で炉小が軟化するため、この切戸のりじりに排水口を設けて、切戸と漏れ戸の境界のですね、排水口を誘導して、その炉小への水が浸透するのを防止するように検討した。だから流れ込まないように検討しましたよ。これですね。だからじゃあどんな寸法のものを作ったのというのは下なんだよ。だからこれは流れ込まないように排水口を検討したと。ここ排水口だから検討したとやればいい。で具体的な排水口の寸法は下にある。ね、ということで数値は下、ここは考え方、ね、その違いはする。だから炉小口の短縮のところもですね、これは炉小口の含水比を低下させて、ね、炉小材料を入れ替えることなく、普通はね、軟弱な地盤だったら炉小口石灰安定処理したり、セメントを入れたり安定処理したり、いい土入れたりしなきゃいけない。だけど含水比が低下したらそれはもう問題ない、軟弱はしないんだから。
だから一般に岩石を、これが低下させられた、排水溝を作ったからな、低下した。そしたら露床材料入れ替えることなく露床を締め固めて露床溝の工程を確保するように検討したと、これだよな。ということでシナリオがちゃんと出来上がっていればすぐ、あとはねもう結果で書くだけだからね。でしかもこれ7行しかないんですけども、1行目はねここでは工程を確保する次の処置をしたとか、これ1行なくなっちゃうね。そしてここではダラダラと書いてますけども、トラファカビリティを確保するため道路山側の乗り面直下に深さ、ここで数値出てきた、2メートルの実は排水溝だったんだなと分かる、深さ2メートルの排水溝、 この2が大事だね、数値で地下水を露床面下に低下させたね。で2つ目、この2つ目の方は露床溝の土を乾燥させることで、地下水排水しちゃったから水がもうないわけだから、乾燥させることで新規材料、普通なら、クラッシャーランドを入れなきゃいけないんだけど、それ入れなくていいと、豆乳に変えて季節道路を通常のタイヤローラーで締め固めて18日間の工事は終了し、露床溝の工程を確保したと、こうやればいいわけだね。だシナリオ通りを書いていくということで、もう一遍ちょっと表に書いてみてみようか。そうするとストーリーの構成からどうやってくるかというと、ストーリーの構成から工程管理の課題は露床溝の工程を確保することです。で検討内容としては、露床溝の地下水が高いので排水溝を排水する、排水すると土が乾燥するので今度はローラーで岩水が下がるので露床溝の工程をそのまま締め固めたり、だから短縮されるということで、具体的には深さ2メートルの排水溝を設ける、でこっち側の方は季節露床をそのまま転換する、だいぶ入れ替われてたの、このことによって工程を短縮、こういうストーリーを文章化するとこのようになる。ストーリーはあれ簡単に書けるでしょ、まあ、そういうようなあの形になります。